パリスはアメリカ合衆国テキサス州北東部に位置する都市。ダラスフォードワースの北東約160キロメートル、オクラホマ州との宗教になっている、レッド側の南約25キロメートルに位置する。人口は25,171人。パリスに軍庁を置く、ラマー軍一軍のみからなる、小都市県は49,793人の人口を抱えている。 パリスの長官図教のラマー軍は、テキサス共和国時代、レッドリバー軍の一部であった。しかし1840年頃には、人口の増加により、新たな軍を創設する必要に迫られた。レッドリバー軍選出のテキサス共和国議会、会議員、ジョージ・ワシントン・ライトは、新軍創設を大いに支持した。やがて1840年12月17日、 テキサス共和国議会の議決により、新軍が創設され、同国、第二代大統領ミラボビー・ラマーの名を取って、ラマー軍と名付けられた。その4年後、1844年に、商人ジョージ・ W ・ライトが50エーカーの土地を寄付し、パリスが創設されるとともに、ラマー軍の軍長が置かれた。パリスという名は、ライトの従業員の一人、トーマス・ポティートが、 フランスの首都パリにちなんでつけたものであった。翌1845年2月3日にはテキサス共和国議会がパリスを正式に法人化した。南北戦争直前、パリスは約700人の人口を抱える畜産と農業の中心地であった。1861年2月23日に行われたテキサス州の連邦離脱を問う住民投票ではラマー軍は 離脱に反対した18軍のうちの一つであったしかし開戦後は多くの住民が南軍側に着いたパリスのユニオン駅南北戦争の終結後パリスには次々と鉄道が開通し鉄道交通の要衝となっていった1876年にはパリスに初めての鉄道となるテキサスパシフィック鉄道が開通した その後1887年には、ガルフコロラドサンタフェ鉄道及び、セントルイス・サンフランシスコ鉄道が、1894年には、テキサス・ミッドランド鉄道が、そして1910年には、パリスの名を冠した、パリスマウント・プレザント鉄道が開通した。1912年、セントルイス・サンフランシスコ鉄道、アッチソント・ピカサンタフェ鉄道、 およびテキサスミッドランド鉄道各社の共同使用旅客駅としてユニオン駅が設置された。この駅は1956年まで旅客駅として使われ、その後も20世紀後期に至るまで貨物駅として使われた後、1997年に改修、市に寄贈され、現在ではラマー軍商務局およびラマー軍経図協会の図書館として使われている。ユニオン駅は、 1998年に国家歴史登録財に登録されている。その一方で、パリスは1877年、1896年、そして1916年と3度にわたって大火に見舞われ、その度に大規模な再建が必要となった。1916年の大火では、市の半分近くが被害を受け、多くの歴史的建築物が消失し、 被害総額は1100万ドルに上った。市中心部の大部分が焼け、火の手は周辺の住宅地にも広がった。この時に焼けた建物としては、連邦庁舎、郵便局、ラマー軍庁舎、刑務所、市庁舎、大部分の商業用建物、及びいくつかの教会などが挙げられる。ヘンリー・スミスへのン地南部の他地域の多くと同様に、人種間の緊張も高まった。 1893年、10代のアフリカ系の少年ヘンリー・スミスは、殺人の罪を着せられ、何千人もの面前で、拷問された挙句焼き殺された。1920年には、市内のフェアグラウンドで、アフリカ系のアーサー兄弟が旗ざおに縛り付けられ、焼き殺された。1943年、連邦最高裁判所は、エホバの証人が絡んだ。 ラージェント対テキサス州の裁判で、市の許可なしに宗教的出版物の販売もしくは販布を禁じていたパリス市の条例を棄却した。連邦最高裁判所は、この裁判において、この条例はアメリカ合衆国憲法修正第14条で、定められた、信教の自由、言論の自由、及び出版の自由を侵害するものであるという判決を下した。 サミュエル・ B ・マキシーの家。1971年に国家歴史登録財に登録されている。第二次世界大戦が開戦すると、1942年、パリスの北8マイルのところに、キャンプ・マキシーという陸軍の不評訓練場が設けられた。アメリカ連合国陸軍の少将で、後にテキサス終戦室の連邦議会上院議員も務めた。 サミュエル・ビー・マキシーの名を冠したこの訓練場は36,682エーカーの敷地を有し、その中にはハーケン・クロイツを飾った建物を並べたドイツの村を模した訓練施設も設けられた。この訓練場は4万0千人弱の訓練を行うことができたほか、北アフリカで捉えたドイツ軍捕虜の収容所としても使われた。また、この訓練場は パリスとその周辺地域に1万人以上の分管の雇用をもたらしていた。終戦後、1945年10月1日に、この訓練場は陸軍には使われなくなり、その後はテキサス陸軍周兵の訓練施設として使われている。1984年から1990年代初頭にかけて市中心部の建て直しにあたり、地元企業は、 総額700万ドル近くを出資した。パリスは北緯33度39分41秒整形95度33分23秒、北緯33.66139度整形95.55639度、33.66139-95.55639に位置している。市はテキサス州北東部。 ガラスフォードワースの北東約 160km、オクラホマ州との宗教になっている、レッド側の南約 25km に位置する。パイニーウッズと呼ばれる、テキサス州東部、ルイジアナ州西部、アーカンソー州南西部、及びオクラホマ州南東部にまたがる、ツ、ヒッコリー、多くの混ココリン地帯の西園に位置する。自然地理学的見地からは、パリスは、 メキシコ湾岸平原のブラックランドプレイリーに位置する。市の標高は185メートルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、パリス市は総面積115.0平方キロメートルである。そのうち110.7平方キロメートルが陸地で4.3平方キロメートルが水域である。総面積のセントが水域となっている。パリスの気候は、 蒸し暑い夏と日中は穏やかなものの夜はやや冷え込む冬に特徴づけられる。最も暑い7月の最高気温の平均は約摂氏35度に達し、最低気温は平均摂氏22.5度、平均気温は約摂氏29度である。最も寒い1月の平均気温は摂氏6度、最低気温の平均は氷点下摂氏0.2度まで下がるが、日中は暖かく。 摂氏11度程度まで上がる。降水量は、春季から初夏、4月から6月にかけては多く、月間100から135ミ、mm、リメートル程度。その他の月は、月間65から95ミリメートル程度である。年間降水量は1120ミ、mm、リメートル程度である。また、冬季にはわずかながら、降雪も見られる。欠片の気候区分では、パリスは南部に広く分布する。 温暖湿潤気候に属する。パリスはトルネードアレイと呼ばれる気象条件及び地形条件上アメリカ合衆国内でも特に竜巻の起こりやすい地域に位置している。1982年4月2日、藤田スケール海4の竜巻が市西部の住宅地を直撃し死者10人、重軽傷者170人を出した。また、 1500棟の家屋が全半壊し3000人が家を失い被害総額は5000万ドルに上った。スコット邸パリスの街路は整然と区画されている。南北に通る通りはボナムストリート、ラマーアベニューを境に北と南に分かれている。東西に通る通りはメインストリートを境に西と東に分かれている。南北に通る通りにはメインストリートよりも 東西両方を通る通りに数字がついており、メインストリートから離れるほど数字が大きくなる。これらの通り上は、メインストリートおよびボナムストリート、ラマーアベニューとの位置関係により、北西、南西、北東、南東とそれぞれついており、混同の起きないようになっている。メインストリートとラマーアベニューの南西角一ブロックは、プラザと呼ばれる公園になっており、 市中心部の中心となっている。市内には19世紀末から20世紀中盤頃までに建てられた歴史的な家屋が残っている。そのうちの一つにドイツ人建築家 j l ウィーズが設計し、1910年に建てられた実業家ルーファス・フェナースコットの豪邸が挙げられる。アール・ヌーボーとオランダルネサンスが融合したこの4階建ての豪邸は、 前日の1916年大火で消失を免れた数少ない歴史的建築物の一つでもある。スコット帝は1983年に国家歴史登録財に登録されている。ラマ軍庁舎、パリス市庁舎パリスは1990年からシティマネージャー制を取っている。シティマネージャーは市の行政実務の最高責任者で、 市議会の採択した政策の実行及び条例の施行、市議会への報告、市職員の監督、予算の作成、市議会議題の作成に責任を負う。また、シティマネージャーは市民のオンブズマンとしての役割も果たす。市の立法機関である市議会は7人の議員からなっており、市を7つに分けた小選挙区から1人ずつ選出される。 市長及び市長代行は、7人の議員の中から、過半数の賛成により選出される。市長は、市議会の議長を務め、また儀礼的な場において、市の代表となるが、行政権は許さない。また、市長は、市議会において、議員の一人として票を投じることはできるが、拒否権は許さない。パリスに、最も近い商業空港は、ダラスフォートワース国際空港で、 市中心部から車で約2時間である。同空港はアメリカン航空最大のハブ空港で同社の便を中心に国内外から多数の直行便が発着する。市中心部の東約 11km、市南東端に立地するコックスフィールドはゼネラルアビエーションと呼ばれるもっぱら自家用機やチャーター機の発着に使われる空港で定期旅客便は発着していない。 パリスには、週刊高速道路は通っていないが、国道82号線と国道271号線が通っており、環状線の北半分をなしている。国道82号線は、西へは、ダラスフォートワース複合都市圏の北を通って、ウィチタフォールズやラボック方面へ、また東へは、アーカンソー州との宗教のマチテクサーカナ方面へと、至る。国道271号線は、 北へはアーカンソー州フォートスミス方面へ、南へはタイラー方面へと至る。この国道でレッド側を越えた対岸、オクラホマ州ヒューゴからは、インディアンネーションターンパイクという有料の高速道路が北へ、周回高速道路 I-40 へと通じている。なお、パリスの環状線の南半分は、修道286号線となっている。また、 州道24号線を南西に進むと、グリーンビルの東で、週間高速道路 I-30 に接続し、ダラスフォードワースへと至れる。パリスには、グレーハウンドの中長距離バスは停車しないが、テクサーカナに本部を置くトラックスの運行する、シャトルバスがマウントプレザントまで運行しており、グレーハウンドと接続している。また、トラックスは、パリス市内でも、パリスメトロという名の、 4系統の路線バス号を運行している。パリス公立図書館、パリスタン大学は、市中心部の南東、約2 7トルクラークスビルストリート沿いに54エーカーのキャンパスを構えている。同学は1924年に、パリス独立学区によって創立した2年生のコミュニティカレッジで、準学士の学位を授与しているほか、サーティフィケートも発行している。なお、 パリスには4年生大学はない。パリスにおける K12 課ほどは、主にパリス独立学、区、北ラマー独立学、区、及びシザム独立学区の3つの学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。また、プレイリーランド独立学、区、ブロッサム独立学、区、及びロクストン独立学区も、その管轄区域の一部がパリス市域にかかっている。パリス公立図書館は、 市中心部、プラザの3ブロック南に立地している。エッフェル島のレプリカ市中心部の西に立地するラマー軍歴史博物館は、200枚以上の古い絵葉書や1916年の大化など、ラマー軍の郷土史に関する事物を展示している。同館はラマー軍歴史協会によって維持、運営されている。地元の劇団、パリスコミュニティシアターは、 1976年に6から8人の俳優とパリスタン期大学の演劇講師によって結成された小さな劇団が起源になっている。結成後数年はパリスタン期大学の行動で公演を行っていたが、1981年にプラザの北隣に立地する閉館となっていたプラザシアターという映画館を6万5000ドルで買い取り、以後はそこを本拠地としている。 パリスのランドマークであるエッフェル島のレプリカは市南東部パリスタンキ大学の南に立地するラブシビックセンターの敷地内に建っている。この高さ65フィートのレプリカは1993年にテネシー州パリスと同時に建てられたものである。テネシー州パリスのレプリカは高さ70フィートでこのテキサス州パリスのものよりも5フィートだけ高かった。 そこに対抗して、このテキサス州、パリスのレプリカの長部には、テキサスらしく、高さ4.5フィート、ツバの幅10フィートの赤いカウボーイハットが被せられた。以下に、パリス市における1880年から2010年までの人口水位をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。